白鳥警部ってさ、なんか怪しくない？はい、どうも、ロードトゥラジオフチューズ、進行を務めます、マルコです。清純です。ななみです。はい、ということで、今週もやってまいりました、時計を動かすのを忘れました、私ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、1週間ぐらい経ちましたので、夏休みいろいろありました。どうでしょう？じゃあ、マレーシアにいる、ヘジョさん。はい。どんな人？まあ、そうですね。フリートークということで。はい、じゃあ、言ってないけど。やりますよ。まあ、あんまり言わないか。言わ言っない。ちフゃっリーたっトーすクけとど。いうことで、とは言わないんです、皆さん。フリーがね、なんかあれだったんですけど。まあ、せっかくなんで、ちょっと、マレーシアの、まあ、インターンに僕は来てるんですけど、まあ、ちょっと、インターン先での出来事っていうか、まあ、僕がどんなことをして、まあ、どういうふうな扱いなのかっていうのをちょっと、まあ面白いのかなと思ったので、説明、まあてか、話そうと思うんですけど、まあ言っちゃえばインターン先、今回のインターンなんですけど、まあ、完全に大学とか関係なくて、なんか自分で、まあ、申し込んで、で、行かせていただいてるんですけど、まあ、マレーシアの企業なんで、ほぼ日本人いないんですよ。はい。ただ、なぜか、まあ、なぜかっていうか、まあ、日本語を喋れる人は何人かいるんですけど、なんかそういう、はい。そうなんですよ。びっくりしますよね。なんか、なんで？一番偉い人が日本の大学卒業してて、もうそういう、日本に留学してる人もいっぱい採用してるみたいで、なんか僕に日本語で話しかけてくれるんですけど、まあ、ちょっとインターン、まあ、言っちゃえば一人なんで、日本人、あんまいなくて、結構、もう、めっちゃウェルカムな感じでこう来てくれるんですよ。はい。で、まあなんか、行く先々で、あ、日本人、なんか、まずは、ちょっと日本人っぽく、こう、振る舞って、なんか、マレーシア語喋れませんよ、みたいな感じで行くんですけど、こう、急にパッてマレーシア語喋り出して、こう、驚かせるっていうのが、まあなんか、鉄板の流れみたいになってるんですけど、それはい。何いじりみたいなこと？いや、いじりとかじゃなくて、こう、なんかこう、びっくりした顔をね、こう、なんか、嬉しくて毎回やってるんですけど。なんか、そうなんですよ。で、なんかやっぱマレーシア人からすると、なんか日本人が珍しいからか、結構なんか、こう、なんか、ちやほやされるんですよ。言っちゃえば。そう、言っちゃえばっていうか、から、こうなんか、結構なんか、仕事できるやつみたいに思われたり、なんかまあ結構チヤホヤされて、まあ結構こうテンションが高めなんですけど、まあなんか結構こう、やっぱり異性からもこうなんかめちゃくちゃ話しかけられるんですよ。日本とは違って。はい。で、よかったよ。俺もなんかちょっとウキウキするんですよ。なんか朝エレベーターとかでなんかニコってされて、なんかあなたインターンの日本人よねみたいな感じでこう来てくれるんですよ。もう日本じゃないじゃないですか、そんなこと。ないね、ないらなね。い人が。だから、俺もちょっとウキウキしちゃって、で、もうなんかそれが結構2、3週間ぐらい続いてるんで、ちょっとまあ日本に帰りたくないなっていうのも、ちょっとあるんですけど、で、もうついには、僕1ヶ月しかいないインターン生なんですけど、なんか会社の商品をこうプロモーションする、なんかビデオみたいなのに抜擢されたっていう。すごーい。まさか僕、ちょっとマレーシアでちょっとデビューしちゃうかもしれないんで、日本に帰らないかもしれないみたいな、マジ？はい、っていすう、ごいじゃん。はい、ちょっとチヤホヤされるっていうのが、はい、ちょっと今いい、なんか楽しいとこですかね。あ、そう。はい。どうでしたか？僕のフリートーク。いや、気に入らないです。普通に気に入らないです。早く日本に帰ってきてください。コキ使うの。はい、コキ使われるのが似合うので。ちょっとそうね、妬んでるね。まあまあ、ちょっと僕も初めてなんで、ちょっとあれなんですけど。すごいね。まあでも、結論としては、まあ楽しいです。はい。めちゃくちゃみんな優しくて。うん。前も言ったかもしれないですけど、なんか、ほぼあっち、こっち来て、ま、あの、全然お金とか使ってなくて、なんかみんなおごってくれるんですよ。はい。日本だと、まあ、なんかそんなことないっていうか、あれだけど、まあなんか、マレーシアのいいところだなって思います。清純ってさ、一応ハーフじゃん。
そのマレーシアの中じゃそのハーフ顔だねって感じじゃない。そのもう完全日本人の顔なの。あ、もうなんか見たいですね。なんか完全日本人だって思われるんで、なんかその日本に、いた社員さんがいらっしゃるんですけど、その人もなんか僕日本人だと思ってて、ここにこの会社に日本人がいるはずがないって、なんか最初疑ってたらしくて、で、なんか急に僕がマレーシア語喋り出すもんだから結構、驚かれてました。はい。そういうあ、っていもんなんだ。う、はい。そうじゃあ、ですね、まあ。これは、その、めっちゃ日本人の顔なんだ。いや、なんマレーからしいですね。なんかちょっと勝手に日本代表させてもらってますけど。ああ、そういうことね。まあ、いいんじゃはい。あ、よかったよかった。高評価ということで、ありがとうございます。ないですか。いや、ここで評価しねえだろ。あ、言わないでしょ。そうか、確かに。結構緊張してたんだから、このフリートーク。しますよ、それは。ちゃんと俺、チャット GPT で、オチの付け方って調べたんで。マジで、すごい。さっきの15分でね。全然落ち着いてないと思うんだけど。はい、ちょっと頑張りました。すはい、よかったと思いまいす。ません、ありがとうございます。はい。この振りで順番に、では、ななみさんっていうの、俺が下手みたいいですよ、なんか。台本通りの司会じゃん。ね、では、ななみさん、次、お話ししていただけますか？どうですか？嫌なふり。この1週間ぐらいでもいいし、その前でもいいし。そうですね、今週結構濃くて、私、入る会社の同期とバーベキューに行ったりとか、早いですよね。あと、まあ家族旅行で箱根行ったり、青森で見ね、た。見に行ったりとか行ったんですけど、青森っすよな。青森行きました。青森行って。でもそうなんですよ。まあなんかこの1週間、本当濃くて、そのやっぱ会社のバーベキューだといろんな人と知り合うじゃないですか。だからやっぱ外大でとかっていうと、なんか英語喋れんの？みたいな、その4年前ぐらいにやったやりとりが、またフラッシュバックしてきなるほて。どね、なるほなんどかね。1年生の時とかって、やっぱバイトとか、まあそれ、すごい知り合う機会多いじゃないですか、この他校の人とかと。なんかその流れがまた、その、まあ3年ぐらい、まあずっとその、新しく知り合うことってあんまなかったので、だからまたこの流れ来るんだなと思って、やっぱその世間のイメージって、それなんだなっていうのを、すごい思った。時もあったし、まあ、あと家族旅行で行って思ったのは、その家族旅行に行くのがすごい久しぶりだったんですけど、で、まあ、親とお酒飲める年齢になって旅行に行くのが初めてだったんですそっけど、か、そっか。それで旅館でご飯食べて、その後に日本酒飲み比べとかを親としてて、わなんか、あ、自分なんかめっちゃ大人になったよなみたいな思って。でもそれすごいね。そうですよ。なんか、うわなんかめっちゃ薄っぺらいですけど、なんかエモいなみたいな感じで思っ薄て、っぺらいね。めっちゃ薄っぺらい。なんか、親との思い出、エモいって言うなよ。なかなか、ね。そう、なんか自分、そうそう、日本酒も一緒に飲める年齢になったんだなって、日本酒美味しいって思えるくらいやったんだなとか思って、それがすごいナしナみミはじみ。結構飲めるの？そうですね、結構飲むかもしれないであ、す。そうなんだ。はい。いや、なんだか、から。ナナミの同級生が一番最初に酔っ払うって聞いてたから、俺は、この間。ああ。多分佐々木とか修二が一番あ、そ早い。うなんだ。そうね、なんかそれ聞いたちょっと本当にこの間。本当ですか？普段、前くらい、最後ぐらいか。あ、聞いたそうから。なんですよ。なんか、この間、マネージャーでご飯行ったんですよ、6人。それ聞きましたあ、よ。そうなんですよ。行って、で、その後、多分りなちゃんが留学前に集まろうみたいな感じで集まったんですけど、それでその後、その新宿で修二たちが後期の留学行ってらっしゃい会してるみたいななって、で合流してよみたいな感じになって、結局その後みんなに焼肉行って、その後焼肉行ったの？なんですよ。でもお腹いっぱいすぎるから本当に入んなくて、でみんなも入んないから、本当になんかちまちま牛タン1人前を10人ぐらいで、ちまちま食べるみたいな。で、飲み放はつけてたから飲んでたんですけど、ちまちま食べるみたいなことをしてて、それで、なんかどれぐらい飲めるみたいな話になって、
修二が自己申告で、俺一番早く言おうよみたいな言ってました。あ、そうなんだ。大学生やな。ね、ちょっとそれもちょっと前ですけど、おもろかったです。なんか走ったって聞いたよ。なんか、選手の。あ、そうなんですよ。トッテナム。トッテナムのバス来てて、新宿ちょうど止まってて、多分翌月ヴィッセルと試合、神戸と試合だったんですよ。それで。俺それ言ってるし。だから俺そうですよね。見えてましたよね。同じ時間練習見に行ってたから。あ、そっか、そうですよね。その前日練習だったか言ってましたもんね。多分その後のバス、新宿止まってて、10時ぐらいだったんですけど、うん、それをみんなで、なんかちょうどあの横断歩道の反対側にいたんで、で、あれ、取ってダメじゃないみたいな、ワンチャン選手いいんじゃないみたいな感じで、行ったら、うん、その私たちがちょうど渡りきるちょっと前ぐらいに、選手が顔を出してくれてて、で、ちょうど発車しちゃったんで、なんか近くで動画撮ってた人に、ちょっと見せてくださいって言って、みんなで詰め寄って見てました。酔っ払いだな、ちょっと酔っ払ってる、ね、酔っ払いだな。まあまあまあ、いいんじゃないですか。なるほどね。そうそう、その話で前だから聞いたんだよ。そうです、そうです。それやってました。うん。でも楽しかった。もろい。もろい。もろいです。どう思うの？魅力聞いたことないし。その酔っ払い言動に関しては、せいじはどう思うの？ごめんなさい、全然聞こえなくて何。酔っ払いの言動に関して、やっぱアルコールアンチの。アンチとかはじゃないですけど、まあ、ちょっとやっぱり、まあまあ、まあ、難しい。ちょっとコメントしづらい、その、まあ、まあ、なんか良くないとも別に言えないし、まあ、自由なんで、まあ、そのほどほどにね、はいって感じですよね。良くないともないしな。まあ、でもすごいですね、なんか、その、巡り合わせとか。っていうか、なんかその、まず、その後期たちが、たまたま同じ時間で、なんかお別れ会して、送別会してて、で、たまたまトッテナムの選手もいたんですけど、すごいなんか、珍しいなと思って。ちょうど私たちが、なんか結構4人か、そう、修二とかが、返信がおかしいぐらい、なんかちょっと酔っ払ってておもろくて、で、なんかなかなかこっちが来ないみたいになって、それで迎えに、歌舞伎町の方であっちは飲んでたんで、私逆側で飲んでたから、まあ、歌舞伎町の方まで迎えに行こうって言って、ゾロゾロ行ったら本当にちょうどいたんで、本当に。大学生。ね、行ったことないでしょ、歌舞伎町なんて。いや、まあ、ないですよ、それは。歌舞伎やってないよ。うん、歌舞伎町は、歌舞伎はやってないです。歌舞伎やってないよ。わかる、それは。歌舞伎顔じゃないの。わかんないけど、歌舞伎顔と変だ。歌舞伎わかんないの？歌舞伎わかりますよ。歌舞伎わかんないよ。歌舞伎わかんないよ。よかったよかった。何もわかんないのか。そういう場所がある。開きましてるの。はい。そういう場所があるの。ああ、そうですね。はい。すごいね。人がいっぱいいる場所があるの。いや、わかってるよ。腹立つな。はい。日本にいないからって、そうでいいよ。いい、良い夏休み。並みすごいな、だから。すごいですよね。もうなんかいろんなとこで夏の到来を確認してますね。みんな人でも。すごいですよね。だって先週も旅行してましたもんね。そうそうそう。すげえ。多分俺がする人生のなんか旅行分ぐらい多分夏でしてますよ。そんなしないの旅行。じゃしてますよ多分。家族旅行は数年に一回なんで。家族旅行あんの？思い出。僕ですか？うん、いや、ありますよ、そりゃ。数年に1回とかですけど。え、その最後の思い出はいつ？最後どこ行ったかな？群馬とかじゃないのかだけど。群馬のどこよ？温泉に行った記憶がちょっとあります。2月かな？多分ね、多分。うん、なるほどね。すごいなって思う。しょべーぜ、お前の話は。やめてください、それ。そっか。でも、まあ、海外行った人は多分この期間にはいなそう。いなそうだよな。ああ、そっか、ルリが言ってたわ。ルリが韓国。ああ、韓国。ルリが韓国。カルミンも韓国行くって言ってたんで。あ、そうなんだ。そう、あのさ、ルリちゃんと同じ時期に行ってました。なんだっけ。韓国衣装みたいな。女の子がよく着るやつあるじゃん。ああ、チマチョゴリ。みたいな、さ、民族衣装みたいな着て、みたいなのあるじゃん。
あれやっててさ、ルリが、うん、普通の女の子だなと思って。いや、あれはみんなやるんじゃないですか。そうでしょ、だからほら、うん、確かにね、普通の普通の女の子だなと思って。嫌でしょ、逆張りしてきたら。シマチョゴリ着ないみたいな。その風味着てたら嫌だ。はい、でも、もう全然、その、なんで、このラジオでルリの話していいのかどうかわかんないけど、ちなみに今週末、ついにサッカー観戦デビューをするらしい。おー、うん、そう、だから、どこ行くんだろう。エフト。エフト、近いか。近いから。エフトって言うと FC 東京ファンの人怒るんだった。あ、そうまあまあ。府中のラジオでは言わない方がいいな。あ、間違いないから。確かにそうだな。そうだね。F 東京つけよう。FC 東京様。FC 東京様。スポンサーついてんか、それ。まあ、そうなんだよな。でもなんか、まずその狙いもあるじゃん、よく考えたら。スポンサーについてほしいですっていうのもある。うん、でも、これ、インスタにも書いたけど、個人でもいいのよ、全然。うん。うん。そう、個人でも全然 OK だから。その個人主みたいな人で、これこれこういう活動をしてる誰々でも、うん、ありだと思うので、そうですよね、はい、ぜひこの、ね、スポンサー枠を買ってほしいなと思いますけど、まあ、そのためにいけどいいもん作んないといけないので、そうだね、確かに、はい、何が大事なんでしょう、いいもん作るラジオのためには何が大事ですかね。何ですかね。これ何話してたんだっけ、前回とか。チマチョゴリみたいな。前回はチマチョゴリ一回も出てきた。あ、前回ね。はいはいはい。前回何言ってましたか。前回はサムネがカップヌードルなのよ。うん、ああ、なんかあれか。ペヤングの話か。そう、俺がここでこうで撮って。うん、今日はもしかしたら白鳥警部かもしれないんだけど、オープニングだけやん。そう、その一文だけだったのに。そのために言ったみたいなとこもあるんですけど。白鳥警部怪しいけど、確かに。まあ、かくいう俺も、重井沢に行ったの。どこだろう。ああ、違う、軽井沢だ。ああ、そう。やってるよ。おー、いい。言ってんだけど、そのまま受け取っちゃったじゃん、受け取りしだから。ちょっと滝がね、観光名所が白糸の滝っていう。ああ、ありますね。観光名所があるんだけど、はいはい、で、結構人いて、まあでも涼しいし、避暑地だから。そう、だから観光なんてほぼしてないけど、そこだけ通り道だから行ったんだけど、なんでここに人がいるのって思った。その滝ってさ、何？滝って何がない？滝に重要な要素って何？壮大さ。うん、壮大さ。さ、壮大さどうやって出んの？勢い、水の勢いとか。そう、勢いはどうやって出んの？こう、なんか高ければ高いほど。高ければ高いほどいいよな。低いのよ。滝が低いのよ。低いんだ。そう。本当になんか庭園みたいな感じで、すっごい低いの。滝は高さじゃない。いや、確かに。あ、そうですね。これ、めっちゃと言いますかと思って。人いっぱいいるの。人いっぱいいるの。俺さ、俺そういうの気にしないような、そのデリカシーないじゃん。うん、から俺見た瞬間、ヒクーって言っちゃって。ダメダメダメ。人だかりいるんだけど、ヒクーって言っちゃって。低いでしょってなって。めちゃめちゃ言ってよかった。低いそのつく。低いと思うのね。向きが。低いって。低いの、マジで。ええー。なんか、庭園のさ、こういう水が、だから、こう横に広いんだよ。ああ、そういうタイプなんですか。さ、滝ってこう、一本、そう、なんか、太い本高じゃん。一本の華厳の滝みたいな、うん、ああいう感じするんですよ。太い本高じゃん、普通ね。けど、低、低、薄、広い。
おもろいな。これはなんだ、ここはなんだって。最高の一言出ましたね、それ。引く。笑っちゃう、その場にいたら。爆笑してたと思う。何が面白いんだろうな。ここにね、来る人たち。で、これはもうめちゃくちゃ楽しかった、本当に。そういうの好きなんですよ、俺。何？なんかさ、すっごい怖い人が出てきて、声高いみたいな。すごいベタじゃん。面白いじゃん。そうです。そういうのが一番面白いから、俺、その、気が低いの、結構面白かったね。この人はするからな、平気でそういうこと言うからな。ちなみにもしさ、そうやって、例えば、なんか目標があって旅行とかに行きました。思ってたんと違うぞってなったら、どうする？言う？映画、例えば。他に。うわ、おもんね。と思って、誰か、一緒に見てます、誰か。言う？いや、言うかも、俺。言っちゃう、言っちゃう。どっち？場所？でもちょっと経ってから、映画館から離れてから言うかもしれないです。ああ、なるほどね。その後のご飯とかで、正直どうだったみたいな感じで。この聞き方、絶対納得してないときに聞かせるやつ。バレちゃうけ正直ど。どうだった あ、俺、え？最中に行っちゃう映画とかだったら、最全中に言うんですか？然。あ、俺最中に行っちゃう。すごい。こ れで言うわ。パまあ、パヤ表リン情ジン見じゃん。てからね。表情見て。表情見て。あれなんか、まあ、その面白そうな顔あるじゃん。楽しんでる側だったら言わないよ。だし、その滝行っても、その観光名所行っても、その一緒にもし行ってる人がすごい楽しんでたら言わないよ。いや、だから絶対さ、絶対思ってるじゃん。っていうのがあったら、俺、まあ、今は言うね、絶対。いや、言いますよ、あなた。言うと思います。うん、なんか ちなみに僕もその場で言いますね、なんか。パクて。てか、なんかこっち来て、そう、なんか多いっす、多分そういう人。マレーシア人結構。ああ、パクて、なんか、食べてる途中とかでも、まあ、食べ物が多いっす、やっぱり。まずいね。食べた時に、うまくないじゃんとかって平気で言うから、ちょっと僕ビクッとしますけどね。で全も然。さ、これ、まずいに関して言うと、日本ってまずないのよ。確かに。まずいああ、まあ、なるほどね。そう。から、なんか、まずかったら結構逆に言える気がするの。あれ？まずくない？みたいな。珍しいじゃん。けど、なんか日常的にあると結構厳しいというか。マレーシアも多分そんな感じですよ。結構みんな、味にうるさいんで、なんか、多分そういう同じようなパターンで多分言ってると思います。なるほどね。でもなんか、言いそうだなって思いましたね、やっぱ。その場で。じゃあ、バレンタインのチョコみたいなさあ。もの。逆でもいいよ。なんかじゃあ、ホワイトデーもし作ってくれましたと。で、もらったときに食べて、やべ、まずいって思ったら、どうしますか？言わないっす、俺は。言わない。言わないよな。言わないんだ。関係値が深かったら、例えば付き合って何年かしてるとかだったら、ちょっと言っちゃうかもしれないですええー、ね。そうだ。嬉しいけど、ちょっとなんか、これさ、何入れたみたいな感じで聞いちゃ嫌な聞き方、そって。の直接、間接的に言う感じね。やばい、性格何悪い入れたん、これ、みたいな。嫌です、嫌ですよ、それ。逆に嫌かも。まあそうですよね。確か関係値かもね。関係値だ確かに。な。マジで関係値だな。でも、関係値か。人によるみたいなことは一番冷めんだよなっていうのはありますよね、ちょっおお、と。怖いよ。やばいやばい。この人笑ってないぞ、心の中で。まあ、俺は割と言うわ、それも。あ、言うんだ。けど、俺言い方うまいと。どういうんですか？めっちゃ、その言い方とか、俺一回、
まあ、間違いなく見てないと思うからいいんだけど、でもこれたまに見てんだよな、その。監督見、あ、違うわ。監督クイズ見たとかあるんだよな、たまに。あれなんだけど。一番おもんないコンテンツ見てるからな。確かに、それはやばい。朝さ、寝て起きたらさ、パン作って、サンドイッチみたいなの作ってくれてたことがあったの。うん。ええー、はいはいはい。その、マジで、味一切なかったの。うん、で、なんか俺、その、で、これ、どう伝えようと思って。で、なんか、その、と思って、結構量食べて、結構行って、無味って言ったのね。だから、笑いになった。こう食ってみ。無味いや、最高じゃん、それ。それはいい。あ、それは。伝え方がうまいだろ、うんうん、結構食べてからすもんね、うん、結構わざと食べてうん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 みたいなのを入れて無味いやうまいわそれはちょっとなんか参考になるうまさだったなそれでもあのこれは俺は人生で未だに思ってるけど無味のサンドイッチなんか作れねえぞなかなかどうやって作ったんだよマジであれマジで謎だったのどうやって作ったんだよ本当に聞いていますように教えてくださいレターで送ってほしい絶対聞いてないもうそんなレターで送ってほしいはいあのちゃんとねお幸せになられたと思いますのではい、はい、ということで、まあ、結構まあまあいい時間になってきましたけどあのはいはいはい、なんかラジオで決めとくこととかありましたっけ？ちなみに、リスナーの名前は浮かびました？ないですか？あと先週なんだっけ？なんかこんなのを決めなきゃねみたいな話しなかった。何でしたっけね、先週。先週なんだろう。これ、あれだよ。聞き直しな。はい。初めに、自分のとこ。うん、そう自分と、うんはいはい、こういう話をしようと思うんですけどとかはマジでいらないからあれ聞こえてる今の聞こえてないあ俺のことまあでしょうあなんかでもチャット GPT にもなんか面白い話があるんだけどから始めるといいって書いてあったんで絶対違うね間違ってる違うやばなんかそういう書いてあったんだけどな真似たつもりなんですけどマジで気をつけます簡潔の方がいいかそのできるだけこのストロークがない方がいい、ね、うんちょっと入った方が、ね、いいと思うよく考えたらそれだけでいいじゃんってことはそれだけでいいじゃんでいきましょうはいですね、はい、あとなんか決めることあったかなんだろうちなみに、なんか、聖女に好きな曲、一曲流すとしたらなんかある？あ、これ、先週やったな、これ。俺、団子さん今日。先週それやりましたよ。マレーシア版、藤井風の話しましたよ。マレーシア語ってちょっと喋れる？ちなみに。喋れますよ、それは。まあ、半分マレーシア人なんで。はい、あの、コナン君のやつさ、ちょっとやってみてよ。マレーシア語で。ちょっと待ってね。俺は高校生探偵、工藤新一か。さゆあれら、ハイスクールマハシスは、工藤新一。なんか俺でもできそうだったね。うん。いや、あの、マレーシア語結構楽、あの、習得できしやすいって言ってます。あの、言われてます。そっか。なんか、インドネシア語も習得しやすいって言うもんね。はい。あ、ほぼ一緒です。あの、二つ。まあ、なんか、一緒って言ったら怒られるんですけど。結構。で、なんで俺にだけ、なんか、そっきり雑な振り来たの？え、だって、ななみの中国語を投げる？いやいや、そんな、急に来たから、なんか。いや、なんか、探偵が。なんか、おおともなんなかったし。なんか、うまいなーと思って。俺ら仲間なのにな、みたいな。全然、なんか、その、なんか、全然なんもなかった、今。全然思った。なんだよ、なんかさ、普通に高校生とか、なんか、ハイスクールみたいな感じじゃなかった？
これハイスクール多分言うと思う。なんかこっちね、めっちゃ英語混ざるんですよ。びっくりするくらい。そこが冷めた、一番。だし、まあ分かんないかったんで、そあ一番そこが冷めたのね。分かんなかったから英語でいいかと思って。ダントツで冷めた。いやでも学生はちゃんと言いましたよ。まあまあまあ。ちょっとまた、はい。マレーシア語を披露する機会あると思うんで。じゃあ次回、ナナミの中国語に。中国語で。お会いしましょう。しましょう。ということで、30分経ちましたので、バイバーイ。見ないもん。